はようございます。ハリーです。今日は2月25日です。これから、ダラトからハノイまでの飛行機乗ろうと思います。ダラトの街でね、どうやったらね、バス、エアポートバスのね、シャトルバスのところに行けるかご案内しようと思います。ですね、よろしくお願いします。まず宿を出発しました。出発時間のバスが、飛行機の時間のおよそ2時間ぐらい前に出発するということで、今3時間前ぐらいに出発しています。バスの値段は4万ドンですが、あとでまたね詳しいことはご案内しますけどね、今ねずっとね坂を上がって、このエリアは、外国人や、安い宿またはがたくさんあるエリアです。これからね、ダラト市場の上の広場の方に向かっています。そうですね、朝涼しくて気持ちいいです。皆さんね、やっぱりダラトの人は、バスあんまり知らないみたいで、バス、そのシャトルバスの場所を聞くのにすごいえらい苦労しました。インフォメーションで聞きました。そうするとね、教えてくれたり、また高級ねホテルのインフォメーションで聞くことができました。なかなかね、皆さんね、タクシー使えって平気で言うんですけどね、タクシーだとね15万ドンぐらいするようです。まあ距離で言うとね30キロちょっとなんで、まあこんなに安く高くはないと思うんですけどね、10ドルぐらいですから、だいたいね1000円ちょっとぐらいですからね、高くはないと思うんですけどね、やっぱり1回ねバスがあるんだったらね、ぜひバスも使ってみようかなっていうふうに思ってますけどね。これからね、今今日天気がすごくいいです。なかなかね毎日毎日ね、天気がいいとすごく気持ちいいです。やっぱ寒気ということで、この時観光客が多いはずなんですけどね、ダラートはね、そんなに多くないところがやっぱり魅力です。今ホーチミンだったら多分ね、やろうとるの大変だと思いますけどもね。街が見えてきました。もう最後の見納めと思うとですね、ちょっとね感慨深いものがありますけどね。朝からね多分人がたくさんいると思うんでね、市場の方を撮っていきたいと思いますけども、こちらがね、広場です。ここをですね、ここからですね、湖の横に噴水があるんですけど、この辺がですね、町の中心という観光の拠点ということで、夏の目印というふうに思います。ここではですね、夜遅くまで店が開いたり、またはね、お買い物を目がいいという感じなんですけどね、今ちょっと出渡ってですね、ダラトのね、市場の前を通っていきたいと思いますけど、タクシーはね、たくさんありますけどね、こちらはイノーバっていうね、ドイツのバス、あの普通のやつも多いですけどね、多いです。イノーバっていうのは後ろがバンになってるやつ多いです。あとちっちゃいね、こんなタクシーもありますね。あ、これはキアですけども、3種類あってですね、何はいくらかちょっと分かんないんですけども、それぞれね、走ってます。値段多分違うんでしょうね、タクシーね、あとバスも走ってますね、もちろんね。もうとてもね、ダラトの街は綺麗です、さすがに。高原都市って言われるぐらいで、やっぱりさすがに外国のフランスが作っただけあって、街全体も綺麗だし、人も優しかったです。観光って言ってもね、たくさんそう見るところが、郊外にもあるみたいですけどもね、今回はゆっくりね、街でゆっくりしました。土曜日、日曜日になるとね、夜遅くまでね、これからのね、広場通りますけどね、こちらの方で たくさん人が集まって、思い思いの時を過ごすというのが、ダラト式だそうです。夜遅く、もう12時近くまでね、昨日、街が賑やかでした。普段ね、土日家を覗くとね、この辺は人があまりいないなんですけどね。はい、ダラトの市場に参ってきました。そうね、これはね、ここではですね、衣料品、それから、果物、野菜、それから、お肉、たくさん売ってます。なるほどね。あと雑貨類も売ってます。あとね、これから後で通りますけどね、ここでショッピングするなら、ここと、あともう一つ先にあるビッグシーっていうところ2カ所ありますけどね、ここが、ダラートの市場です。ここはですね、ここでの特徴はですね、私はね、コートとかね、そういうのがね、たくさん安く売ってました。この上の方でね、さすがにね、寒いところだなと思ってですね、ダラートびっくりしました。他のところではね、あんなにね、売り場面積の半分ぐらいがコートって感じでした、ね、これからですね、少しずつね、町の中心の噴水の方に向かっていきます。この辺が花市場。花もね、やっぱりこの町はね、私よくすごくね、この感じで感じたのは花が多いっていうことね。どんな花もね、やっぱり綺麗に咲いていて、花は見飽きないぐらい
私は咲いていると思います。まあ、時期が良かったのかもしれないですからね、この、寒気にねたくさん花が見れてね良かったと思います。郊外にもね花園がありましたけれどもね、街の中もね花でいっぱいでした。目の前にありますのが、目の前に前にある塔がですね、日本でいうとドコモ、こちらでいうと、こちらのですねドコモ、一番ね電話局に当たる、一番の電話局に当たる塔です。ビナシンピナっていう感じですね、ここね。この辺がですね、ずっと賑やかなところで、お不思議なんですね、昨日ね夜はここ洋服売り場でしたけど、昼間はですね店が変わるんですね。昼夜はここ洋服売り場、昼間は、お花売り場に変わるんですね。しんちゃん、かわいい人もいます。わあ、お姉さんもいますね。花も綺麗です。サボテン持ってるし、バラ持ってます。さすがですね、花が好きなんですねこちらね。なんかねこれ気になるんですけどね、これラクダかな、なんだろう、こんなの持ってます。サボテン、花もたくさん売ってます。いや、時間によってお店を変えるんですね、こんな効率的ですね。洋服ももちろん売ってますけど、あったかい、ダラートの人昨日言ってましたけど、ダラートの人はね寒いところ、ね、寒いんで泳ぐとこ泳げないよって言ってました。ダラートの人はね、こんなんで寒い泳ぐのって言われたら、こんな寒いの泳ぐはずじゃないじゃない、海もないのしって声を呼びましたね。びっくりしましたけどね、海嫌いだそうです。まあ全員とはないでしょうけども、逆に憧れると思うんですけどもね、泳ぐで、ね、この町にはねプイングプールは2つあるそうですけどもね、あんまりね泳ぐのは流行らないよって僕の友達は言ってました。まあ個人差があるでしょうけどね、そんなことでねずっと進めてますけど、花も綺麗です。ちんちゃー、野菜ももちろん売ってます。おいピーナッツもあります。ちんちゃー、なんだろうこれ、何やこれ、見たことあるかな。しんちゃん、しんちゃん、しんちゃん、ですね、今中心の方にしんちゃん、ダラートのね、ダラートのね、姉さんね結構ね、しんちゃん、笑ってくれる方もいてね、すごく光栄です。ね、今これねずーっとね、街の真ん中に行ってますけどね、ここを来るとねやっぱりね、だら最初に来たね最初のイメージがここと湖でしたからね、ここに来るとねやっぱダワーダワーと僕は思いますけども、やっと中心に来ました。だいたいねホテルからね、私のホテル泊まってるホテルから10分弱ぐらいですね、ここ来るのね。これからですね歩いておよそ10分ちょっとでねエアポートシャトルに行こうと思ってます。一回ちょっとねここで会場を渡ったりしよう。広場中心の町の中心の広場からね湖を漁港を抜けて、バスのシャトルバスの乗り場まで行こうと思います。この渡るのもね、慣れないと怖いです。信号機があるわけでもないし、またね横断歩道渡ってもね、まあ、止まってくれないですからね、またね途切れないんで、特にオートバイがね、オートバイすり抜けていくような感じです。ちょっと渡るの怖いです。これからずっと行きますけどね、今9時ぐらいですけど、朝の結構気持ちいい朝です。今日ね今回はね5日間ぐらいねダラートにいましたけどね、1回も雨も降らずね毎日が晴天ということで、やっぱ寒気に旅行するのは、今、2月なんで寒気なんですけどね、寒気に旅行するのはいいですね。なのでですね今2月を越してねそろそろね3月に入るとですね、冬からですねホーチミンあたりはね、夏にいきなりなります。本当一番暑い時期がね、4月頃と言われているので、すごくね暑い時期がこれから続くんですが、その頃ねこちらに来るとねかなりいいんじゃないかなというふうに思いますよ。暑いってことはあんまりなくて、朝晩はもしかしたら涼しいぐらいでみんな長袖着てるという感じです。でね、あちらこちらにね綺麗なところもたくさんあってね、この中ですごくねどうかな、高原都市っていうねところが納得できる感じです。
ここはですね南国の高原都市なんでちょうど気候がいいって感じです。なかなかね、そういうところを探すのが大変なんですけれどもね、ここもおすすめの一つです。やっぱりね高原都市っていうことになるとね、やっぱり果物がやっぱ豊富になってきたり、それから花も豊富になってくるっていう感じですね。それからね、ここはですねコーヒーでしたけど、コーヒーとか紅茶もなんか作ってる感じで、ここはコーヒーを作ってね、それをね大々的に販売してるという感じで勝負なようですけどもね、まあ、ずっとね、歩いてますけどね。ここで夕方になりますとねたくさんの人がこう歩いてますけど、今日は朝はですね、あまりね、歩いてる人はいませんが、気持ちよく、今歩いてます。今ね真ん中のところからね、あとねもうちょっとでね、インフォメーションセンターが右に見えてくるはずです。ここね何回も歩きましたけどね、ここはね今バス行くとですね、ビッグシーって言って、この町一番のスーパーマーケット、まあ唯一って言ったらいいでしょうかね、一番大きなスーパーマーケットがありまして、そこの方に向かってる感じです。ここがですねダラトのメインストリートの一つで、この辺ねたくさんの人がねオートバイで走ったり、それから、楽しんだりするというところですね。なかなか、何回歩いてもねここはね景色が綺麗でね、飽きないです。それで、何せね南国でね、もうこの時間に歩いてたらとてもじゃないけど暑くて汗いっぱいになるんですけどね、さすがに私は半袖ですが、全然ね、汗はかかずにね気持ちよくね散歩ができるというのはやっぱダラートのいいところだなというふうに思います。今のねこの時期2月ですとね雪も降ったりするでしょうけどね、春のねちょうど寒くもなく暑くもなくっていうのは、私たちね日本人の、ね、寒い時とか暑い時の感じるとねやっぱりいいなというふうに思いますね。ここはですね年中こんな感じなんでね、ダラートの人はねやっぱり一番いいよって言ってました。ダラートやっぱり すごくいいとこだよって言ってました。確かにねホーチミンとかねハノイに比べたらね全然気候が違うんでね、こういうそういうふうに言うのも分かります。そうですねチェリーだと思うんですけど、この木ね、今日もね、撮影してらっしゃいます。このね撮影やっぱりね可愛い人もいますね。ちんちゃん皆さん協力的です。すごく嬉しいです。優しい人いっぱいです。はい、ちんちゃんちんちゃんイエーイ、可愛い人いっぱいいますね。ダラートに来るとね色が白い人に会えると思いますよ。たくさん可愛い人いますからね。こちらね右側に見えますのがインフォメーションセンターです。バスの案内とかねそういうのはここでするということでそうですけどもね、今ですね目の前に見えてる交差点、こちらをですね左の方に行きますと、ビッグシーやダラート駅の方に行きます。今からですねあの交差点、ここが大事です。ザラセンチンチャオ交差点を上がってきますが、あの坂を上がってきますと、左に上がってきますと、エアポートシャトルバスの乗り場の方に行きます。今そちらの方に歩いていこうと思ってます。今ですね最近の、ね、ニュースとしてはねこちらね国際線、私もね今回ダラートにね、ホーチミンからバスで来たのでね、ダラートの空港はこれから詳しくご案内させていただこうかと思いますが、そんなに大きい空港ではないというあのものを本で見ました。どんな感じなのか、見てみようかなというふうに思ってますけどね。ダラート空港はね国際線がねダラートの人いわくバンコクしかないよって言ってますけど、それはどうなのか私にもまだ言ってないので分かりませんがね、右側の見えますのが高級ホテルの、ダラートプレイスかな。ダラートね大きい立派なね目の前 に立派な庭がある、高級ホテルです。この辺のね、目の前に島があるんですけどね、この辺がね、憩いの場となってまして、チンチャオ、たくさんの人がね、こちらね、チンチャオ、チンチャオ、皆さんね、笑顔で迎えてきていただいているというと思いますけど、このね、このロータリーの高級ホテルを坂を左に上がってください。こちらね、右側に見えますのはビッグシーですから、湖があってビッグシーがあってその裏という感じです、ね、そこをねちょっとだけ上がってきます。ここがね特徴で、どこですかって言われてもねホテルの名前が目の前にあるんですけどね、周りの人知らないって結構いう風に言う人も結構いて、なかなか最初見つけるのが大変なところです。はい、今ねちょっとね渡ってみようと思いますけど、
なかなかねここ渡るのが一苦労。はい、オートバイがね何せ多いですこの国。よく見て渡らないと危ないですからね。止まってくれないんで、まず、はい、エアポートバスね。はい、ここのさっきあっちから来ました高級ホテルで、そこをね右坂を上がってる感じで少し上がってください。間もなくで着きます。ここまでね歩いてね、10分ぐらい、さっきの、あの噴水、町の中心の噴水からおよそ10分ぐらいでここ到着するというイメージです。なかなかね良い散歩になりますね。遠くはないですけどね、まあ、道を知らないとちょっと心配という感じでね、目の前に、ね、エアポートバスっていう風な看板があるわけではないです。エアポートバスがポンと止まってるだけ。もし止まその時間止まってなかったら本当ここなのみたいな、そんな感じですけども、あとねもう少しで到着です。あー、なかなかいい散歩になります。朝からホテルからおよそ20分ぐらいと、私が泊まってるホテルのね、から20分ぐらいという感じでしたね。あともうちょっとです。いや、自然が綺麗、本当にここなんか日本にあるような花もありますしね。なんかこういう見てるとなんか日本の、風景を思い出しますけども、さすがにね9時ですからね、そろそろね街も暖かくなってきました。さすがに9時だとねまだビッグシーも空いてないかもしれないんでね、この辺はねちょっとまだね人が歩いてないですけどね、夕方やっぱり皆さんで出てきてね、たくさんの人がこの辺にいるということですけど、あそこに間もなく見えてきました。あそこの右側に見えます、白い建物、あれホテルなんですけどね、そこの前にシャトルバスが着きます。今回はね11時40分だったかな、9時20分においでって言われたんでちょうどいい時間かなという感じですけども、出発の2時間ちょっと前にね飛行機バスが出ます。バスの運転手さんから曰く30分から40分ぐらいでここからバスが出ます。値段はですね4万ドンだそうです。なかなかね、ちんちゃーん、かわいいですね。ベトナム人はかわいいかもしれない。いやさすがに色が白くと思いません、こちらの人びっくりですよ。本当にかわいい人が多くて、いやベトナムの人はやっぱり東南アジアの、ね、半島ではねかわいい人多いような気がしますけどね。はい、エアポートバスです。ここです。こちらがですねエアポートバスです。1人4万ドンでここから、バスで、空港まで行きます。ダラートの、エアポートバスの乗り方でした。バスエアポートシャトルバスでダラートの市内から、空港まで行きます。およそ30キロありまして山道を抜けるように走ってます。かなり遠い感じです。途中には、店が一軒もある感じはなくて本当の山道を、走ってますね。でもたくさんの車が走ってます。バスはいっぱいです。はい、中ですね山道を抜けますと高速道路にも出ます。町が見えてきました。多分ね隣町なんだと思うんですけどね、ダラートは、山がちのところでしたか、山がちの中の盆地みたいなところに、湖の横にあるた町でしたけど、ここは、なんか広い割と広い面積が広がっている町です。ダラートからねしばらく15分ぐらい走りますと、高速道路ができてまして、ここを走って今空港の方に向かっているところです。はい、ダラート国際空港に着きました。町が中ね隣の町って感じでね、この町自身は多分リエンって書いてあったんで違う隣の町だと思います。町自身はねでもね、ダラートの入り口となっている空港で通称ダラート国際空港ということです。国内線もあれば国際線も飛んでます。今からチェックインしようと思ってます。